ちも私をほったらかすなんてひどいんだよ。いくら海のように広い心を持ったシスターさんでも、こればかりはへそを曲げてしまうかも。第一の解説ですが、天使の涙。それが、この学園都市に持ち込まれた宝石の名前。それは、正しく使用すれば、天使と会話ができるという曰く付きの代物。第二の解説ですが、もしその伝説が本当ならば、科学サイドの手に落ちたそれを、取り戻さねばならない。そうして私たちは、この学園都市へと潜入した。お姉さんは金で雇われて動く傭兵だけど、まさかロシア正教と協力することになるとはね。第一の質問ですが、何か不満でも？いいえ。もらえるものさえもらえて、なおかつ後味が悪くならなさそうなものであれば、何だって引き受けるわよ。なら、手早く済ませましょう。天使の涙を取り戻すために。天使の涙を解析してる研究所まで、あと少しね。ところであなたさ、それにしても、変わった体質の持ち主よね。しらばっくれたところで、お姉さんにはお見通しなのよ。天使の涙の強奪作戦に加わったのも、そこら辺の事情があるんじゃない？第一の回答ですが、自分でもきっかけは判然としていません。補足説明しますと、ただわかっているのは、私の体内には一時期、大天使一体分に匹敵する量のテレズマが込められていたのだという事実だけ。今ではその力は失われていますが、後遺症のようなものが残っています。ですから、それを治すために、天使と名の付くものには片っ端から当たってみたいってとこ？天使の涙は科学にあらず、魔術の手によって管理されるべし。大した言い分だが、別にロシア正教でなくちゃならない理由はないはずだよね。第一の回答ですが、この非常時に、同じ魔術サイドで利権の争いをしている場合ではないというのに。あの男の場合、学園都市だろうがイギリス正教だろうが、どっちが天使の涙を手に入れても、得をしそうな感じだけどね。今のところはこちらの味方だ。天使の涙の行く末については心配いらない。この男が裏切れば僕が殺す。だからまあ気にするな。ロシア正教はここで引いておけ。第一の質問ですが、交戦準備はできていますか？地ならしの時間もなしか。さあ、楽しみましょう。負けは僕の勝ちだ。ほら！よっ！滝の上を叩きこの力を。第一の試験ですが、実力差が顕著だったようです。よく頑張ったわね。ルーンがすべて破壊された。ここまでだ、土帝。どうしても手を引く気はないってのか。第一の試験ですが、敗者に諭されたところで、諦めるとお思いですか？補足説明しますと、こちらとしても、簡単に諦められる程度の理由で、望んではいません。補足説明しますと、あなたたちを諦めさせた分も含めて、先を急がせていただきます。